はい、こんにちは、メイリです。今回は、エンデバーだったかな、名前が。エンデバー使っていきます。で、ですね、テンプレ考察用の動画とほぼ一緒です。泥鏡の武器、僕、スーパーマンを1体しか持ってないので、自分のレムーにアシストして終わりなんですよ。だから、こっちは、リナインバスの武器にしてあります。あとは、多分、テンプレ、ここは悪魔キラ振った方がいいですね。ちょっと体力キラにしてますけど。あとはまあほぼテンプレと変わらないんじゃないかなっていう編成になっております。ということでやっていきましょう。10回までやってきたって感じかな。10回までやってきた。まあ知らんですけどね、全然ヒロアカのネタわからんので。で、耐久力はやはりね、高いと思う。ほら、全然食らわないでしょ。全然食らわないでしょ。回復ってきてほしいな、一応。はい、ありがとうございました。火は6個あるね。ただね、これダンテレムでいいんじゃないのって思うんですけど、ダンテレムとの違いはやっぱりコンボしなくても耐久できる点で、ダンテと違うのはコンボ加算が常には入らないっていうところ。ここがちょっとね、弱い点ではあるね。コンボ加算が常には入んないから、ちょっと普通の9個つなげない盤面だと結構コンボ頑張らないといけないんですよ。でちょっとここで1回パンチしてみる。1回こんなに盤面にヒドロップ置かれたら、そりゃこっちもパンチしたくなりますよ。これどうしよう。まあいっか。無効貫通組めばコンボ加算が入るので結構火力は出るかなと。ああ、結構いいね。ああ、全然抜ける。トト抜けるんだったら全然あり。じゃあダメージ吸収無効、まあ多分大丈夫だと思います。はい、7コンボしとけば、オッケー、火の落ち込みも入ったし、これは抜けると思います。行きましょう。はい、オッケー。さあ、アマッちゃん溜まったね。アマッちゃんはシャンメイで使いたいね。はい、ミストルテイン。これは、一応、はい、遅延がありますんでね、生きていけます。さあ、ここで遅延をかまして、多分全然入んないと思うけど。さすがに 90% 縦の上からじゃ全然入んないでしょう。どう？エンハンスなし無効貫通。これでどう？これ抜けるかな？でもまあさっきの9倍、10倍入るってことだよね。多分抜ける。オッケーオッケーオッケー、ミストルデイン抜けました。遅延スキルまた溜まっておってほしいな。はい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 。ここはエンハンスで。ただこいつ割合からのドドドドンよね。割合からのドドドドン。全然耐えれるんじゃない？行こうかな。どうしようかな。耐久。まあいっか。突破しよう。俺を見ていてくれ。みんな、見ていてくれ。みんな見ていてくれ。これ知ってる？みんな知ってるかな。スマブラやったことある人はわかると思う。スマブラやったことない人には伝わらないネタだったり。オッケー、これで倒せると思います。盤面はまあ6個ある、最低限。オッケー。確かに無効貫通力ちょっと怖いかもね。マシンタイプに対して本当にレムぐらいしか火力が出せないから、その辺はちょっと怖い点かもしんない。ここはちょっとどんだけキラーが活躍できるか、やってみるか。さあ、とりあえずエンハンスも何もなし、泥鏡だけで、ダンテがどこまで頑張れます。あー、でもいけるね。あ、いける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 、全然いける。で、この次がラファエルなんだけど、ラファエルは多分全然食らわない。全然食らわない。盤面的に大丈夫これ。盤面的に大丈夫。あー、枝豆あってよかったね。枝豆あってよかったね、本当に。はい、突破した。で、滅びようが、あー、でも半分ギリ切るんだな、これ。半分ギリ切るんだな。盾とか張ってないから、シュパーンが、虚無の波動がな、虚無られないから、その分結構パンチは強いと思う、相手の。さあ、これでどれぐらい、あ、全然弱いな。やっぱ半減と軽減のが相まさって結構強いね、チャージ級。あ、攻撃力上がるんか。うわ、待って、やらかしたかも。あ、急にやってくるのやめてくんない？いや、マジでもう本当に、これで半分は行くでしょうけど、行くでしょうけど、やめてくれよ、本当に。うわー、耐えたけど、もうこれ余っちゃうとしかねえ。くっそ、ずる。急にお前攻撃力上げやがって、くっそ、ずるいな。まあこんなもんか。一応、火になってほしいけど、まあ回復で我慢するわ。いやー、ずる賢こいつ、まじ、大義すぎるだろう。17回は、はい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 、ルーレットだっけ、お前。まあ、ルーレット、無効貫通、
まあ最初はとりあえずじゃああれだな、 L 字でロックの目覚めは対応するか。こんな感じで6個もできてるかな。はいはい、なんかしっかり火の L 字も決まってたけど耐えれるよね。あ、余裕だ余裕。こいつも攻撃力上がるとかやめろよ、マジこいつも攻撃力上がるとかほんまにやめてくれよ。よし、突破できるでしょ、エンハンスプラス、まあ、無効貫通で。あー、なんかもったいないの乗ったね、今もったいない枝豆乗ったね。はい、オッケー。次一応どっちが来てもまあ大丈夫かな。はい、ダメージ吸収の方来た。このためにポロネはわざと打っときました。で、遅延もあるのでまあ最悪どっちが来ても大丈夫。ここね、厄介なのが盤面をいじくってくるんですよね。いじくってくるっていうことは回復が消える場合があるんですよ。そうなってヒードロップが少ないがさ、わー、ちょっと待って、それは置いとこうぜ。オッケー。これで多分大丈夫だと思う。普通にワンパン突破できると信じてます。まあ貴族性だしな、貴族性だしマシンタイプだし、まあレムーが暴れるでしょ。これは大丈夫だと思うよ。大丈夫、きっと大丈夫。はい、オッケー。多分何が来ても大丈夫、多分ね。知らんよ、ワッキーはちょっとあれだけど。あ、そう、毎回忘れる、お前この階層の忘れ率はほんまに半端じゃない。さあ、これで右なんとかいけないかな。右なんとかさん、はい、いけたー。よし、こんなもんでいいでしょ。向こう貫通組めばさすがに属性関係なくぶっ飛ぶはず。はい、なんか火の落ち込んがここぞとばかりに乗って倒す。さあ、四君子編です。さあ、皆さんお待たせしました、四君子編です。はい、ルーレットのやつ、これで火になった瞬間ルーレットを一箇所にまとめる。はい、これで火ドロップをたくさん供給しました。無効貫通ワンパンできるかな。まあちょっとやってみるか。はい、どうですか。はい、どうですか。これでさあ、エンハンスはかけてないんだけどこれで意外と火力が増して倒せない。なってくれよ、アッコヒドロップによ。ちょ、半分切るんだけど攻撃力高いからこいつの。これでいけるっしょ、コンボス乗ってるし、エンハンスかけたし。まあこれで多分突破できますね。さあ、ボスまで来ました。さあ、こっからも結構ね、多分辛いんじゃないかなって思ってる。こいつの火力もまあまあ高いからね。まあ回復が4個あれば常に。あ、なくなった。よし、ここで行こう。余裕を持ってちょっとこの段階でいきます。いやー、頼む、ごめんなさい、一つ言い訳を言わせてくれ。木の目の輪だけは出てこないで。木の目の輪じゃなかったら勝てる。もう勝ったから、もう実質ここまで来たら勝ちよ。だって見て、濃いドグマ怪人溜まってるからね。割合 25% ダメージ打てるんや。いや、もう5分の1で俺の負けです。な 20% で負けます、 20% で負けます。オッケー。水吸収でしょ。で、こいつをいかに早く半分まで持っていくかなんよ。よし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 。さあ、剣を取ってはダメで、これだったらいけるね。さあ、この 99% カットの上からどんだけ殴れるかよね、問題は。もう全力パンチを常に繰り出すしかない。俺のありったけをここにぶち込むしかないんで、もうこれで負けたら俺は俺のせいです。もうこれは俺の編成が悪かった。言い訳はできません。 OK、 場面めっちゃいい。いやー、でも勝てえな、やっぱり。半分ギリ切るのか。で、アマテラス打って、まあ次がためやすくしといてもらって、で、これ打つしかないかな。これ打って 1.5 倍でちょっと攻めてみるか。これでどんだけいくかな。火の落ち込ん来ないか。いや、勝った。1、2、3、4、5、6、7、8、
さあこれでどれぐらいいく、どれぐらいいく、どれぐらいいく、どれぐらい、うわ半分いかねえ、半分いかねえ、やば。ここ攻撃してこないと思うから、思うからここでやめろよ攻撃は。解放するだけだよ、解放するだけだよ。オッケーオッケーオッケー。でここでダメージ無効の濃いドグマ怪人撃ちます。濃いドグマ怪人、はい、割合で属性で根性取れるね。オッケーオッケー。しかもダメージ無効2ターン張るんで、ここで一気にとどめを仕掛けに行きます。まあもうつうかダンテ貯めてる余裕はないか。見ていてくれ。次のターンもし盤面がなかったらのことを考えてダンテは残しておこうか。とりあえずこれで、これでどんぐらいいくかよ。ダメージこいつさ、虚無の波動とかやんないよね。勘弁してよ、虚無の波動とかするの。虚無の波動はやめてください。虚無の波動だけは、虚無の波動だけは勘弁してください。本当に落ち込んな。よし、次のターンでとどめさす。よし、ここで決める、ここで決めるぞ。いや多分いけるっしょ、多分いける、信じろ信じろ。エンハンスワークしちゃったけど、ここでいける、ここでいける、信じるんだ信じるんだ。サンドイッチ、いやこれいけるっしょ、いけるいけるいける、きっといける、きっといける。自分を信じて、自分を信じて、自分を信じて、いけます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 。頑張れメノア、レムだったいける、オッケー。めっちゃ耐久した、めっちゃ時間かかった。はい、ということで見事クリアしました、イエーイ。今日のノルマは達成しましたね。あとあれだ、なんだっけ、誰だっけあいつ、私が来たのやつ、オールマイトの編成のテンプレを考察した動画を、出します。この後よかったらそっちも見てね。ということで頑張ったんで高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。